エポナの歌を吹いた。あれ太陽の歌だった。え、太陽、太陽の歌だった。あー、ごめんなさい、全然違った。あのね、俺のね好きな歌はね、もうちょっと違う。この歌も好きだけどね、もちろん。はい、太陽の歌を覚えた。真夜中のかかりこ村でこんばんは。今回も時のオカリナの実況をやっていきたいと思います。今回はもう直でデスマウンテン向かうんで、もうここら辺のね、もう階段をよじ登ってやっていきたいと思います。手紙はセットしているはずなので、まあ多分顔パスいけるんじゃないかな。よし、やってみよう。まあ夜だから何が起こるか分かりませんが、あ、いたな。あそこの人にここのね門を開けてもらうために、まあとりあえず話しかけてみましょう。この先は通行止めだ。そこの看板が読めんのか。読みもしてない。ん、そうか、子供には読めんな。あ、プチン。これでどうだ。おお、これは確かにゼルダ姫のご筆筆。何何、ふむふむ。この者セナというハイラルを救うため我が使命を受けし者なり。姫様もまたおかしな遊びを思いつかれるものよ。まあよかろう、通るがよい。気をつけていけよ、勇者君。うわ、すげえ、この人すごいな。よっしゃ。ところで勇者君、デスマウンテンに登るならそれなりの盾を用意し、装備した方がいい。何しろ活火山だからね。もしハイラルの城下町で盾を買いに帰るなら、いい店を教えてあげよう。何でもやってみせだ。私の紹介ならきっと普通より安くしてくれるよ。その代わりと言ってはなんだんだが、最近城下町にオープンした話題の幸せのお面屋っていうのは知ってるかな。うちの坊主に流行のお面をせがまれているんだが、あいにく時間がなくてね。ついでに買ってきてくれないかな。いや、ダメならいいけどね。ダメ、仕方ないよな、仕事だし。はあ、というわけでこの人にね、もんにゃこの人にもね、あの盾の心配をされましたが、見てください、あー、しまった、見てくださいっていう前にイベントが発生してしまった。デスマウンテン登山道、登山道かよっしゃ。暗い中結構ね、あの BGM も静まってて結構いい雰囲気を出します。というわけで見てください、みんな。もうちょっとお前はうるさい。この BGM ないままこう紹介したいんですけどね。わーわー、あー、もう結構ねこの時のお金のリンクはこう操りづらいですね。よし、というわけで、あ、朝になっちゃった。というわけでいきますよ。見てください皆さん、このかかりこ村のね、あの墓地で見つけました。埋まってたんですよ、お墓の中に。まあカビ臭かったけどね、まあ綺麗に拭きましたよ、除菌しました。ハイラルの盾をセット、完璧じゃないか。セーブします。これ見て見て、ほら、もうでかいでかいでかい。はあ、もうこれでもう敵なしですね。よし、朝も明けたことだし、もうどんどん買っていきましょう。これ強いんだよなこいつ。よし、もう1ルピーぐらいもうね、ハイラルの盾をね買うために用意したお金もまあね、まだ77ルピー残ってますから、もう余裕ですよ。というわけで登っていきましょう。わっ、まだ湧いて出てきやがる。まだ湧いて、あ、埋まってる。なんか喋る、懐かしいですね。眠らないで、喋って、喋る。よし、ほら、デスマウンテンに住んでるゴロン族だゴロ。このお岩見てほしいゴロ。ここドドンゴの洞窟、オラたちゴロン族にとって大事な場所だったゴロ。でもある日突然洞窟内のドドンゴが凶暴化、怖いところになっちまったゴロ。さらに悪いゲルド人が魔法で入り口を塞いじゃったゴロ。この辺りの話を聞きたいなら俺たちの町に行けばいいゴロ。ゴロンシティはこの真上、歩いてちょっとゴロ。うん、これ魔法でなんか入り口を塞いだっていうけど、これ多分あれですね、ドトン使いの仕業ですね。ゲルド人はドトン使いかな。なるほどね、月経限界って感じ。よっしゃ、行こう。この上に、ゴロンシティがあるというわけで、まあ朝のうちにやっていきたいね。ああ、またいる。まあ一応喋りかけてみようかな。喋る。デスマウンテンの頂上には妖精が住んでるって言われてる頃、見たい見せてはくれないのか。この上かな、それともこっちかな。あれどっちだったっけ。まあいいや。なに、ちょっと、もう危なかしいから本当にもう。一応じゃあこの上行ってみようかな。この上行けなかったな、行けなかったな。あっさりだ本当。石ころがね待ってた。よし、なんか転がってきましたが、あれは気のせいでしょうか。ん、こっちかな。
一応こっちにも道はあるんですが、ここはね確かあのさっきのドドンゴの洞窟の真上らしいんで、まここはあのノースルですね今のところは。よし、アウトオブガンジュやっていこう。でここが多分まあ看板を見ましょうか。チェック、ゴロン族の国、ゴロンシティ。うわあわあわあ、よし行こう。ここがゴロンシティらしいですね。さあ懐かしいぞ、ゴロンシティ。てててんてんてててててててんてててててん。さあ喋りましょう。あ、腹減ったゴロ、食料不足で俺たちみんなダウンすんぜゴロ。それというのも洞窟の洞窟が洞窟の洞窟、ドドンゴの洞窟が塞がって入れないからゴロ。俺たちゴロン族は岩を食べてるゴロ。特にドドンゴの洞窟で取れる岩は栄養満点で味もピカチだったゴロ。俺たちグルメだから、そんじょそこらの石ころなんか食べられないゴロよ。あー、ドドンゴの洞窟の特上ロース岩が食べたいゴロ。何言ってんだ。よし、人間には理解不能な会話が行われていたが、ここのロープも渡っていこう。うまい、うますぎる、うまい。初めて初見か、バカ野郎、人気すぎる。どういうこと。お、子供がこんなとこ来ちゃ危ないゴロ、落っこちるゴロ。ひょっとして坊主も赤いし食べに来たゴロ。残念でした、もうないゴロ。え、違う、足りばいだろ、あったごめん、本当にも精霊石、ここに飾ってたうまそうな赤い地獄を、ほらあんまり晴れてないの、舐めるくらいならいいかなと思ってこっそり来たゴロ。でももうなかった頃、きっと兄貴が持っていったじゃん。いや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 、兄貴？よし、兄貴は、王家の使いを待ってるって自分の部屋に閉じこもってるから。引きこもりか。確かね、その人はこの真下にいると思うんだよね。よし、オッケー！ノーダメージ。で、多分ここかな。入れねえし。これ、切りつけんのかな？いきますよ、切りつけます。これで起爆するはずなんですよね、この爆弾花は。起爆もできないんだが。あれあれあれ、いやあれできないんだけど、起爆できない。え、当たらない。あれあれれ、あ、パチンコか。いきまーす。なんだよ、うわー、当たらないし。もういいや、この人に話を聞いてみよう。喋る。今兄貴は王家の使いを待ってるって自分の部屋に閉じこもってる頃。ありがとうございます。じゃあここね、開かないし。え、ここじゃないのかな。どこだったろう。こっちか、こっちか。あ、こっち。いや、こっちは元に戻るんじゃないか。い、待てって待てって、よくわからんな。ん、あ、ここチェックか。お客様用の絨毯だ、ふかふかしてる。そんなもんチェックせんでええわ。あれ、ここ入れないのか。アタック、アタックも何もないし、ここ入れないのかな。オーケーの深い。あ、なるほど、ここでまさか。おお、来た。というわけで、ここで、時の、ゼルダの子守とか。あ、忘れた。先日はね、太陽の歌というのを覚えましたが、ゼルダ、左上気味。よーし、オッケー。セーブもする。よし、よっしゃ、開いた。よし、この先に兄貴とやらが待っているらしいが、あー、ごついな。喋る。なんだなんだなんだ。王家の歌が聞こえてきたから、どんな使者が来たのかと思えば、ガキンチョじゃないか。このダルニア様もあまり生ごめんには見られたもんごろ。もう完全にへそ曲げたごろ。とっとと帰れごろ。何？なんで機嫌悪いかって？ドドンゴの洞窟における古代生物の異常繁殖、名産物爆弾花の不作、岩不足による空腹だがな、これは俺たちの問題だ。よそ者の力なんか借りねえゴロ。男らしいですが、これどうしようか。この手紙を見せるのかな。違うな、ここで使ってもダメみたい。もう一回引くのかな。お、来た。よし、これでおとなしくなるか。聞け俺の歌を。不思議な踊りだ。ちょっと違うごろ。なんかこう山、この山にはない自然中か緑中か、そういう曲が聴けんだな。あ、違うらしいですね。あれ何だったっけ。うん、あー、なんか出てきた。これは貴重だ。よし、1ルピーで78ルピー。この人歌が違うらしいんで、こっちかな、こっちに出てくるのにゃん。おい、あ、
こ出口か。ね、確か、あ、そうか、あの、なんかこの松明を照らしていく感じかな。なんか昔やった覚えがあるんだけど、その火がないからな。入ろう。あ、これか、これか、これか、あ、これか。ちょっと待って、一回もう一回話を聞いて。これは俺たちの問題だ。うん、分かったよ。これか。あー、違う。これをセット。よっしゃ。というわけで、じゃあこれをこう点火して、はい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 。で、でんでけでん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 。でん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 。よし、ここか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 。よし、よし、よし。一回しまって、あの、燃え尽きる前に、あの、しまうと、すごくね、あの、あれですよ。エコできるということを聞いたんで。よし、一回もう一回ここ照らして。早く、早く、よし。行くぞ、ここだ。で、もう一度こっちにもあったな。さあ、照らしていけ。よっしゃ。おぉ、くるくる回ってる。なんで壺が回るんだ。え、なんでリンクも回ってる。わけがわからんよ。一回閉まって、はい、回り出したか。どうした。うん、じゃあ上に行こうか。えぇ、ハートも減ってますが、木ここにあるじゃん。一個隠し持ってたって。これごめんなさい、もらってく。さて、ここが回り出しましたが、なんのこっちゃ、なんのこっちゃ、なんのこっちゃですよ。ん、この上かな。ああ、これか、これか。あ、爆弾魔のあった。これ掴む。え、持ち上げようよ。そこは持ち上げようよ。連打でも持ち上げられませんか。ダメですね。もしかしてやけどさ、この火使ってここ引火できたりせんよな、ほんと。あ、まあ、最悪なんだけど、もう駆けずり回ったんやけど、この中ゴロンシティ、ほんといかにしてよ。システムがわからん。まあしかし、あえてからよかった。なんか陽気な音楽も聞こえる。よっしゃ。おぉ、迷いの森。あー、出た。おい、こっちだよ。おほぉ、せなよ、また会ったの。わしの話を聞き。おひぃ、この迷いの森を抜けると、そこは森の聖域。訪れる者も滅多にいない聖なる場所なのじゃ。おや、何やら不思議な調べが聞こえてくるようじゃの。お前も耳を澄まして聞いてみるがよい。おぉ、いりません。お前に勇気があるならば、森を抜けることもできるじゃろう。森から聞こえる音を頼りに行きなさい。おおー、よっしゃ、ありがとう。というわけで、音を頼りにしていきましょう。音がよく聞こえる方があれなんですよ、当たりの場所。ということで、こっちですね。こっちかな、それともこっちかな。違うな、こっちだな。よし、行こう。これで順調にやっていけば普通につくんでね。さあ、どこだ。こっちですね。よし、順調順調。こっちかな、違うね、こっちだね。さあ、もうそろそろつくんじゃないか。それは気が早すぎか。こっちか、右か。おお、いけた。早い早い、森の聖域着いたのが早かった。おー、なんだお前。おい、狼さん、こいつ防ぐんだよね。どこでそんなキンってなるような物質がこの腕についてるんでしょうか。わけがわかりません。ほらほらほら、剣を弾くってどういうこと。よしよし、こっち手怖いんですよね。一回L 注目して、はい、さよなら。よっしゃ、うん、種が出てきた。よし、これなんか危ない予感がするんだよね。大丈夫かな。なんか岩が転がってたりするような気がする。シーカーストーンが上にあります。ああ、なんだこいつは。もうよし、このまま行こう。危ない、くっそ。あーあああ、もうほんと、もうこいつは結構危ないな。迷わず行けよ、背中ぐらい。よし、危ないと。1ルピーが転がっているが、こっちかな。一回泳いでこっちに渡ろう。渡れるか。よし、頑張った。さて、おお、こっちだ。こっちっぽい。オッケーオッケー、いけるいける。ああ、もう危ないんだからね、ほんと。危ない危ない、痛い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 。もう危ない、ほんと危ない。ゲームオーバーになっちゃやだ。よし、一回セーブしとこう。
これね、もうセナさんってね、もう結構あれですよね、なんかハートが少なくなってから急に強くなりますよねみたいな、そんな感じでなんか言われてるけど、別にそんなことありません、必死になってるだけです。よし頑張りましょう。いった、これはサリアかな、この緑の髪はサリアかな、サリアでした、かわいいな。待ってたよセナ、ここは森の聖域、サリアの秘密の場所、なんだかここってこれから二人にとってすっごく大事な場所になる、そんな気がするの。ここでこの曲を吹くと妖精たちとお話できるのよ。一緒にオカリナ吹いてみる。じゃあ私の吹いたメロディーを真似してみて。え？下下右左下右左、オッケー、よっしゃ。うまいうまい、この曲忘れないで、約束だからね。私の声聞きたくなったらサリアの歌を吹いてね、いつでも話せるから。サリアの歌を覚えた。てててててて、これだけ喋る、もう一回だけ喋ろう。私の声聞きたくなったらサリアの歌を吹いてね、いつでも話せるから、ありがとうございます。体力も危ないですが、まあね、このサリアの歌、幼少時代にこの時のオカリナをやった人ならば、もう今でもね、大人になった今でもまあ口ずさんでるかもしれません。それぐらいね、印象深い歌です。もう陽気な歌、これをなんだろう、ゴロン族のなんか長みたいな人にね聞かせると、多分なんかいい感じになるんじゃないかな。というわけで、じゃあ今回はここぐらいにしておきましょう。あ、ちょっと待ってね、ちょっと俺、皆さんに聞きたいことがあってね、ちょっと何だったっけな、そうだよ、歴代ゼルダの中で一番皆さん誰が好きかっていうのをやってみたくて、一回、俺がね、多分今この画面にね、えりすぐりの歴代ゼルダの画像をねちょっと貼ってますから、もしよろしければコメントの方にね、なんでしょう、まあ例えば風のタクトのゼルダとかね、トワプリのゼルダがいいとか、時岡がいいみたいなね、そんな書いてくれれば、なんか嬉しいなって思います。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。それでは次回でお会いしましょう。それでは失礼します。